はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。ちょっとねご無沙汰をしてしまいました。まあなんかね、いろいろ今コロナウイルスとかね、まあいろんなものが流行って、なんかねこう動画作るのもね、っていうか外出もねなかなかできないっていうのと、まあ僕まあ子供がいてますけど、子供とかがねもうずっと休みで、まあやっぱりね休みの日に相手もしてあげないといけないとか、まあいろいろあって動画がねなかなか作れない状態でした。でまあちょっとね時間が空いたんで、まあ作ろうかなと思ってね、まあ撮ってるんですけど、まあその間もねなんかいろいろ小物ね、まあアウトドア用品メインにですけど、ちょこちょこ買ったりとかもしてたんですけどね、今日はね、まあそれはちょっとまた今度なんかの機会でね、ご紹介するにして、今日はちょっとバイク用品でね、ご紹介したいのがあります。こちらの方ね、これはもうヘルメットずっと使ってます。まあ1年くらい使ったヘルメットなんですけど、アライのねヘルメットで、アストロ IQ ってやつで、サイズはねXO サイズかな、すごいでかいやつ、僕頭すごいでかいんですよね。ここがねなんかね出っ張ってるんですよね。でちっちゃいヘルメットだと入ってもねここは痛くなってくるね、いう感じで、でまあ今日の話何かっていうと、このシールドね、僕もともとはもともとついてたのはこれね、クリアシールドがついてましたね、買った時ね。でそれをこのスモークシールドに変えてましたね。で中にはこれはもう何て言うんですかね、これも Amazon で買ったやつで、曇り止めみたいなね、やつのこの二重シートみたいなやつね、これも買って貼ってました。これ便利ですね。でもやっぱり曇るから曇り止めね、僕の場合はメガネ用の曇り止めをこう塗ったりしてたんですけど、まあそういうのでやってました。でずっとねだから買ってこれほとんど使ってないんですよ。一応ね後ろのリアケースの中に入れたり、遠出するときとかはね、リアシートの中に入れたりしてたんですけど、まあ基本はこれでやってました。ただこのスモークシールド、当然ながら夜はねやっぱりかなり見えにくくなります。だから結局開けて走行するような感じになります。で虫がねやっぱり目に入ってくるんで、ちょっと今持ってきてないんですけど、何ですかね、作業する時の強化プラスチック、の、サングラスじゃないな、クリア の作業用のメガネみたいなのを中にかけて、でシールド開けて、走るというような感じで、してました。まあ本当に遠出してね、夜のこう走行時間が長い場合ね、はこれをだからリアケースに入れてもう交換しちゃうね。シールド自体を交換しちゃうっていうことをやってました。でやっぱり通勤でね毎日使ってるんで、まあ通勤の時は夜帰りの通勤って言っても時間がそんなにね、長くないんで、まあ、これを開けてね、まあこの何ですか、作業用メガネだけで対応十分できてたんですけど、やっぱ雨の日とかはねちょっと困ったりはずっとしてたんですよ。で1年間なんとかそれで耐えてたんですけど、まあこれはちょっとやっぱり不便だなと思ってね。だけどこのクリアシールドにしたらやっぱりなんだろう、これ昼間眩しかったりもするしどうかなと思って、で新井のね新しいヘルメットとかについてる、シールドね、新しいタイプのシールドの方だけを買い足してね、まあちょうどこの僕の使ってるヘルメットに合う規格の分が出てたんで、買い足して1ヶ月くらい前かな、に買って、使っていました。それがねこちら、アライのねなんていうかな、プロシールド、ってやつですを買いました。でこれ何かって言ったら、まあ、二重になってるんですよね、ここが。だからこうカチンと締めてて、もう皆さんね、使ってる方もいてると思うんですけど、ここが、まあ、こういう風に上がるんですね。これね、こういう風に。だから昼間はこうやっててね、で走ってて、こう暗くなってきて、なんていうかな、
もういい見えないなと思ったらこれパコッと上げるとね。でここでロックがかかるようになってますね。なかなかこう簡単に今ちょっと下がっちゃいましたけど、ロックかかってるのかな、うん、キュッとねちょっと押し込んであげるような感じで、まあ簡単に下がらないようにロックがかかります。キュッとねこっち側に押し込む感じ ね。で外すときはキュッとこう引っ張ってあげて下ろすと、まあ、簡単に、閉まるような感じですね。でちなみにこの黒いシールドなんですけど、これこれ僕の場合はロングバイザー、スモーク、色がスモークね、ロングバイザーっていう、こう1センチくらい長いんかな。だから標準のタイプの部分はこれよりも1センチこの黒い部分が短いです、これがね。だからなんていうかな、僕は長い方がいいかなと思ってね、長いのにしました。でこれも賛否 両論あると思うんですけど、まあ、カッコはね決してね僕はあんまり好きじゃない、良くないと思います。これ確かねこの上のやつミラーシールドもあったと思うんですけど、やっぱ見た目がねあんまり好きじゃない、です。買う前もねすごく迷いました。これ結構するんですよね、シールド自体も。この下のこのこいつとこいつ別で買ったんですけど、この下のやつがアマゾンで4421円、ね、でこの上のやつがこのスモークの部分が2718円、結構するでしょ、ね、でさらにちょっとこれも後で外しますけど、この中に純正のね曇り止めの、ブローピンロックシートっていうのをつけたんですよ。この曇り止めのシートですけど、これが2819円ってね、結構ねこれだけで、お値段しますね。はい、そういう風なものです。で何を喋ってたんだ、まあまあそういうことね、とりあえず、まあ、お値段するんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとカッコも不細工だなと思ったんですけど、使い勝手ね、やっぱり使い勝手が毎日通勤で使うん で安全性ね、を考えてとりあえず買いました、ね。でまあ、1ヶ月使ってみた感想なんですけど、まあ、本当に買ってよかった。もうこれに尽きると思います。まあ、カッコはね、どうかわからないんですけど、ちょっとカッコ悪いかなと思うんですけど、本当に買ってよかったと思います。もう本当に便利。やっぱり何て言うかな、便利です。ただ、ダメなとこもちゃんと言いますね。雨降った時に、当然雨降ったらこれ、スモークの方上げるんですけど、まあ当たり前なんですけど、雨は当然スモークのこの、レンズの方にもつくし、このクリアの方にもつくね。だから僕なんかはガラコみたいなやつをこう塗ってるんですよね、撥水のねやつをね。まあ一応この黒い方にも塗ってますけど、でやっぱり雨が上がって、こう乾いてくると水滴のね、やっぱりこうなんていうかな、まあ水垢がつくんですよね。なので結局、まあ、掃除をするんですけど、今までだったらこれ、まあ、1枚やから簡単に拭けたわけですよ、こう両側ね、中も外もパパッとね。だけどこれの場合はここも拭かなあかんわけですよ。この ここも手がねやっぱ入りにくかったりするんですよね。だからなんていうか手間が、手入れの手間がちょっと、なんかめんどくさいなという感じは、します。でちなみにこの上のやつもね、ここにこれちょっと見えるかな、見えないかな、ここにのなんていうかついてるこのアダプターみたいなやつ、ここ押すとこがあって、カチッと押せば、あ、違うこっちか、カチッと押して、でこれ下かな、どっちや、下やね、下の方にキュッとずらせばもう簡単に取れるんですよ。取れもう取れよと、メンテナンスするときはね取れよと思うんですけど、やっぱりそんなね毎回取るのめんどくさいしよ、ね、こんな感じで簡単に外れますけど、まあなんていうかな、そう、手入れがめんどくさいっていうのが一番ありますね、めんどくさいところで言うと。他はねちょっと、まあなんていうかな、スモークっていうか、これシールド自体の不満はね全然ないです。ちょっとかっこ悪いなっていうのはやっぱりあるんですけど、それはあんまりない。ただこっちね、さっき言ってたピンロックシート、これも結構するんだけど2819円、こことね、ここにね
この黒いプラスチックみたいなのがついて、爪みたいなのがついてて、ここに引っ掛けてるだけなんですよね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まあもう簡単なもんですよ。ね、ここにロックのこのね、爪みたいなのがこうついてて、ね、ここへキュッとこうね引っ掛けてます。まあこういう風なやつで、ここにやっとっとっと。こっちが中側なんですけど、ここにゴム、まあ、シリコンみたいなやつで、こういうふうにちょっと縁をねかたどってるんですよね。見えにくいけどね、ね、縁をかたどってます。だからキュッとつけた時にここに空気の層がちゃんとできるようにね、なってると。で水が入らないようにね間に、なってるっていう感じの分です。でシートの端っこがちょっとねここキュッとこう出てて見えにくいね、うん、こう引っ掛けれるようになってて、まあここへねキュッとこの黒いプラスチックのとこに両側を、結構ねこのシート自体もちょっと硬いんでね、キュッと引っ掛けて、よいしょ、無理やりって言ったらあれやな、よちょっと引っ掛かりよれよ、はい、まあ純正なんでピタッとね、収まるんですけど、まあこういう感じで使う分になります。ただ、これはね、まあ値段の割にね、ちょっと効果薄いかなっていう感じはしました。まあ曇るのはね、ちょっとマシにはなるんですけど、うん、やっぱりね、曇り止め塗っとかないと、あんまり役に立たないかなと。まあやっぱりずっとね、もう寒いんで、シールドはもう閉めてこもってる状態なんで、どうしても水滴がね、こう、吐いた息とかの水分がもうついちゃうんですよね。だから、結局は、まあ、メガネの曇り止めとか塗ってても、水滴がギュッとこう固まっていくような感じに、ねなるんで、まあ、ひどくなったらね、もうシールド開けて、こう、ちょっと、こう、風入れて、蒸発させないとダメだったりするんですけど、まあ、このシートだけではやっぱり対応できないかなと思います。まあ、ただ、社外品のね、僕買ったこの、こっちにつけてるこんなやつ、ピラピラの、簡単に。これはだから、縁取ってるやつとかはないんですよ。ゴムのね、シリコンのやつ。まあ、普通に両面テープで、こう、こことここをつけてるような感じ。ペラペラのシートね。これが、こういう風になってるんですけど、これもね、これだけなんですけど、そこそこは抑えてくれます。だけど、やっぱり、塗っとかないとね、曇り止め塗っとかないと、まあ、完全な効果っていうかね、はないんで、まあ、結局は曇り止めいるんですよね。まあ、でも、つけるかつけないかで言ったら、つけた方が全然マシです。はい。まあ、ちょっと不満で言ったら、これが値段よりも効果がね、ちょっと薄いかなっていう感じはします。で、あと、まあ、同じヘルメット使ってる人、どんだけおんのかな。今まで洗いのやつってこう空気入れるとこってね、こうパチンとこう、なんか、こう下げるタイプね。こういう風な感じで開くようになってたんですけど、これがもうスライド式になってるんですね、今ね。こんな感じ、うん。こっちの方がなんか、いっぱい開いてるから、夏はちょっとは、まあ、もう気分の問題だな、これは。ちょっとでも開いてくれてた方がなんか涼しく感じるんで。こっちの方がなんかちょっと風入ってくれないかなとか、なんかそんな風には思ってます。はい。ということで、とりあえずね、これ結構値段がするんで、僕もちょっと前からね、ちょっと前から気にはなってたんですけど、導入するのどうかなと思ってね、ちょっと躊躇してたんですけど、結果的には、通勤とかですごい、やっぱり頻度乗る人は、ありじゃないかと思います、僕は。やっぱり、なんていうかな、ストレスが結構ね、そういうのってあると思うんですよ。まあ、別に、あんまりストレス感じてない人がほとんどなのかな。僕の場合はすごいストレスだったんだけど。だから、ちょっと、高いなと思いつつね。で、今なんかはもう、純正で、純正っていうか、ヘルメット買った時に、もうこれが標準でついてる、ヘルメットもあるみたいなんで、まあ、そんなんをね、また買い替えの時に、買えばいいかなと思ったんですけど、でも、買っちゃいました。ヘルメットって皆さんちなみにどのくらい使ってますかね。
一応耐用年数っていうか、保証、なんていうかな、新井のホームページとかには大体2年くらいで書いてたと思うんですけど、結局はね、でも2年くらいじゃ買い替えないでしょどうなんかな、皆さんどうなんでしょうね。一応こうぶつかったり、事故起こしたり、なんかヘルメット思いっきり落としたりして、損傷した場合はもうすぐに買い替えないとダメなんですけど、一応経年劣化で中の発泡スチロールとかがやっぱ傷んでくるんで、まあ、2年に1遍くらい買い替えてくださいっていう感じがメーカーの方の、なんていうかね、言い分というかあれだったと思うんですけどね。まあでも実際はね、やっぱりね、なかなかこう本当にへたってきたなっていう感じがね、見えないとやり替えはしないと思うんでね。まあ正直新井のヘルメットだったら、この中のねインナーパッドがかなりね、こう変えれるんで、まあそこだけ変えて長く使う人の方が多いんじゃないかなと思いますけど、はい。まあインナーもね結構傷んできてるんですけどね。まあこれも結構しますよね、インナーもね。この頬パッドくらいで3000円以上したでしょ、3500円くらいしたと思うんで、まあ頬パッド変えたいなと思うんだから変えてます。あとこれ前紹介したかな、多分、いやこれしてないな、多分。これ結構便利なんですよ、フリードオンでいいかな、メーカーよくわからないんですけど、このハンズフリーのね、やつなんですけど、基本はまあ音楽聞いたりとか電話受けたりとか、そういうことが、できるやつなんですけど、これ2台セットでね1万円くらいだったんじゃないかな確か。子供とね、僕の場合はね、すぐ出るかな。あ、出た出た。そうそう、2個セットで1万円ぐらいなんですよ。で、普通に1人で使う場合は音楽とか、そんなんも聞けるし、電話も受けれるし、そんなんができます。で、通話ね、は、まあこれ僕もね子供を後ろに乗せて子供とこうやり取りしながらやってるんで、距離はね一応ねメーカーの方は 800m まで一応通信できるとなってるんですけど、最大でね3人までの仲間と通話ができるようになってます。これ結構便利なんですよ。安いないですよね。ただねちょっと問題もあるんですよ。問題もよんこれ、あ、位置が悪いな。ちょっとなんていうかな、元々のねこのね取り付けるやつがねチャッチーすごい。あれすぐ出るかな、どっかあったな、ちょっと待って。はい、どうもお待たせしました。まあこんなやつね、ちょっとまた話がずれちゃったけど、これねこれ結構気に入ってるんですよね。まあ何せ安かったんでね。ただねこれこれよ、これもうちょっとしっかりしてほしいな。もともとねこうヘルメットに取り付けるこうステーがね、まあこれ今六角でこう止まってるんですけど、こう挟み込むタイプ、ヘルメットの縁をキュッと挟み込んで止めるタイプと、であとはねこれ両面テープね、両面テープでつけるんですけど、ここがねマジックテープになってる、これねマジックテープになってて取り外しが効くような感じの部分ね。こういう2タイプがもともとセットになってるんですけど、まあこれも見てもらったら分かるようにヘルメットってこう曲面でしょね。だから結局こう一律のこのなんていうかな、これじゃねうまくつかないんですよ。つかないっていうか、ついてもね剥がれてくる、なんかこうダメなんですよ。ないせいちゃんとつかなかった。ほんで僕はこれ 3D プリンターでまた作ったんですけどね。で、あとなんかこうポコッと出てるでしょこれね。これこうまあ装着して、でここへこう刺すんですけど、こうやってね刺すんですけど、刺した時にね普通の場合やっぱりボタンを押したりとか、なんかこう取り外しの時になってるのかな、このケーブルをこっち側に押しちゃうことがあったりするわけですよ。テンション的にはまあこっち外側にテンションかかるようにも中側に
あのこう指で触ったりとか、な、まあ、何かの拍子なんでしょうね、触っちゃうことがあります。でここの端子がねやっぱ傷んでくる。でちょっとなんか接触悪かったら、例えば右側だけ音が聞こえたりとか、左だけ聞こえたりとか、なんか接触不良みたいなになっちゃってたんですよ。でいろいろ原因を探っていったら、やっぱここがねちょっとあんまり良くない。で今これ、この取り付けのステーの方にこういう風に土台みたいなのを作って、もうなんていうかな、そんなこの内側にもうテンションがかからない、ね、このケーブルは取り外しした時もね。だからこういう風にしてからすごく安定するようになりました。はい、だから これはこの製品自体はすごくいいんですけど、まあ、この耐久性って言っていいんかな、ちょっとよく分かんないけど、この接続部分がちょっと弱い感じはします。まあ、話がまたちょっとおかしくなっちゃってるけどであともう一個はね、こうスピーカーがこのインナーの中に入ってるんですけど、まあ、これ僕のヘルメットがでかいからかもわかんないけど、このなんていうかな、こっちからケーブルが入ってて、まあ、こっちにスピーカーあって、そこからまたギューッとこうコードを頭の上通ってこっちのスピーカーに行ってるんですけど、左、要するに、まあ、こっちだったら右側か。右側のスピーカーまでのケーブルがちょっと短い。まあ、バイクなんで、あまりすぎてもね、ケーブルが。あまりすぎても困ると思うんですよ。正直、だから変なところでダブついてもね。だけど、それにしても短い。だから、ここのケーブルがちょっとテンション張っちゃうっていうのもあるんで、これ一本テンション張ってもね。だから、もうちょっと長くしてほしいなっていう感じをします。逆に、ここにマイクがついてるんですけど、こうインカムでね、喋る時のこのマイクはね、マイクのコードはね結構長かったりするんですよね。もうよくわからないもうね、ほんとちょっとそのあたりでどうかしてほしいなと思って。で子供の分はね、このなんていうか蛇腹みたいなんでこうね、白バイとかやってるみたいな、こんなマイクが出てるやつ、なんですよ。だからフルフェイス用とそのなんていうかな、ジェットヘル用のやつがねセットになった分を買ったんで、まあそのマイクとかのセットとこの本体が2個セットで、今だったらねアマゾンで1万500円、ね、まあ概要欄にリンクも貼っときますけど、これ結構いいんじゃないかな。ただまあ僕言ってるところは問題だと思うけど、すごく便利だと思います。ね、まあ、このステーね、だからこれ他のヘルメットにちゃんと使えるかどうかは非常にちょっと怪しいとこあるんですけど、まあもしね欲しい方いてたらね、なんていうか、まあまたコメント欄とか入れてもらったら、メルカリとかで、まあ、販売も、まあ、欲しい人がおるんだったらね、やろうかなと思います。ただまあ大体のねこのねステーのサイズはもし売るんだったら買いときますけど、つくかどうかは自分でね、それで なんとかこう、なんていうの、ここの幅とか、ここの幅とこっちの幅で、こう、曲線が違うんでね、これね。で、自分のヘルメットに合うかどうかっていうのも、ちょっと一回見といてもらったらなと思います。はい。あとね、ちょっとこれ、ちょっと今日ね、これ一回付け直したんでね、こいつ、これ作り直したんですよ、一回、今日。ね、ここのね、この取り外しのやつ、これもやっぱり 3D プリンターで作ってるんでね、やっぱりこう、可動部分っていうのは弱いんですよね。まあ、こんな一体成型のもともとついてるやつなんかはね、薄くても全然折れたりは多分しないと思うんですけどね。ここのこう引っかかりの部分、ここがね、バキッと折れたりしたんですよね。今もだいぶ改善してね、このバージョン、今日はここの改善だけしたんですけど、ここの方はね、もうこの分厚さとか大きさにしたらいけてるんでね、多分大丈夫だと思うんですけど。はい。ということで、まあ今日はね、こっちの方が余談になっちゃいましたけど、まあ一応ヘルメットの、このシールドの、ご案内ね。まあ、あんまり情報ないんじゃないかな、これね。これちょっと一回、なんか落としたかなんかで吸っちゃったけど。ね、だから僕としてはこれすごくね、安全性も高まるし利便性も高まるんで、まあ、ただお値段、お財布にはあんまり優しくはないですけど、まあ、一回買えばね、まあ、ヘルメット、まあ、自分のヘルメットがどのくらいあと寿命
使うかなっていうのも判断してもらってね、まあ、あのもしよかったら購入ねされたらいいかと思います。一応 Amazon リンクは下に貼っときますんで、ただ僕のヘルメットに合うねやつの Amazon リンクなんで、新井の、メーカーのねホームページの方も下に載せときますから、ちゃんと適用ね、自分のヘルメットの適用を見てから、買ってもらったらいいかなと思います。まあ、洗い使ってる人であればね、こういう風なシールドね、後でまた買うっていうこともできますんで、というご紹介ね。ということで、あとはインカムね、ちょっとご紹介しましたけど、こいつね。ということで、ご紹介をしてみました。まあ、ということで、ぼちぼちね、またやっていこうと思いますけど、ドローンの方もね、そうですね、もうちょっとしたら桜のシーズンになるんで、今回はね、ちょっとね、いろいろ、今、いろいろ、ちょっと動いてるんですけど、許可っていうか、まあ、申請みたいなのもして、吉野山でね、ちょっと撮影をしてみたいなと思いながら、今動いてます。まあ、コロナの影響もあって、いつもね、吉野山は、中国人結構ね、いてるんですけどね、まあそれも今はもう少ないと。でニュースでね、奈良、他の他府県は多分やってないかもしれないけど、奈良県内のニュースとして、まあ、吉野山のこうなんていうかホテルがもうキャンセル相次いでね、もう観光鳥が鳴いてるというね、ニュースも聞いたんで、もうこれも吉野の人には大変なんでしょうけど、まあ、僕にしてみたら逆に人がいてないっていうことは、ちょっとね安全に飛行をさせて撮影がね、桜できるかなと思いながら、日本人の観光客もねちょっと減ってるみたいなんで、まあ一応ね問い合わせをして、多分ね朝しか無理だと思うんですけどね、飛ばすのもそれでちょっとね頑張って行っていこうと思いますね。またその映像はね、またいつか出しますんでよろしくお願いします。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さようなら。